バズの時と。行こう。バズをどうするつもりだ。見ろ、あの強大な闇を。お前たちの強い心のつながりが生み出した闇だ。心のつながりが、俺たちの絆が闇を生み出したって。違う。心がつながっていれば、どんなに離れていたって俺に力を与えてくれるんだ。闇なんか生み出さない。つながる心が力になるか。言い得てみよう。まさに心のつながりこそが光の力。つながりを欠いた無垢の心は闇こそ心の本質だ。なんか難しいことを語ってるけど、どうでもいいからバズを元に戻してお前は消えろ。おもちゃが偉そうに。そう、俺はおもちゃさ。それがどうした。心のことはお前よりも分かってる。アンディが俺たちを心から愛してくれたからな。ウッディたちは仲間と引き離されても、思い合う気持ちはより強くなっていた。何にでも心は宿り、つながることで強くなる。今もそうだ。きっとアンディたちもみんなを待ってる。ああ、俺たちはアンディの部屋に帰る。愛するみんながいる場所に帰るんだ。相棒も一緒にな。ゼアノート、お前たちがその心を否定するなら、やっぱりそこには光があるんだ。なんだと。ウッディ、今だ。ウッディ、私はどうしてたんだ。ん？何のことだ。おかしなモードのスイッチでも入ってたんじゃないのか。そんなはずは。ありがとう、ウッディ。おかえり、バズ。バカは。ん？そろそろ限界かも。みんな、頑張れ。人形にここまで強い心が宿るとはな。なかなか興味深い答えが得られた。私たちはアンディとの愛で心がつながっている。誰もそれを断つことはできない。まだ心を持たないおもちゃのようにお前には理解できないだろうけどな。空の器に心を生むことができるのは分かった。礼としてお前たちに贈り物を残していこう。待て。心のつながりをたどれ。なんだ。気をつけろ。来る。
はい、こんにちは、ひろきです。今回はトイボックスボス戦となります。いきなりでかい円盤が襲ってきて、おお、なんか踏んだ。さあ、中心部のこいつを叩いて叩いて、いけ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 、よしよし。あ、実は弱いんじゃないのこいつ。ちょろいちょろい。おお、ミサイル来た。でもなんのその、いけいけ。おっと、さあここでウィズダムにフォルムチェンジ。おお、結構効いたぜ。いけ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 、ミサイルにはミサイル。おお、撃たせてくんね。いけ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 、さあドナルドもいけい。お、相当効いたな。あ、猫さん、お、ウッディもいつの間にか乗車。さあ叩け叩け叩け、いけ。うわ、食らったぜ。待てー、さあ猫さん、あれ全然進めない。あ、ジリ、よし、乗車して叩いて叩いて、さあコンボ連発、いけいけいけ。おお、ミサイル来た。いけ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 、叩け叩け叩け。お、小村帰り。おお、強烈足ぬ。あー、ずいぶん遠くに行っちゃった。おお、なんだ、いきなり雰囲気変わったぞ。建物が浮いて、あー、なんか意味わかんないところでフィニッシュ。これはどうしたらいいんだ。よし、さあこっから、おっと、よし、これでいけいけいけ。はっ、やっと、えいや、おお、ミサイル飛んできた。負けるか。さあ行くぞ行くぞ、それ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 。あ、弾き出された。ここでフィニッシュ決めるぜ。いけ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 、くらえくらえくらえ。さあ一緒に、了解した。からのロケット、いくぞいくぞ、いいぞいいぞいいぞ。あ、なんかハリケーンになった。それ、あ、攻撃当たんない。それそれ、あー、最後決まんないか。くそー、うおー、一旦退避。柱に掴まれない。ここはロックオン。これでしたけど意味がない。お、ここでまたステージが変わった模様。さあ柱に乗って、届かない、なかなか届かない。さあこれを駆け上がって、あー、牛さーん。あー、そして飛んでくのは、待て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 、よし、さああともうちょっと、あともうちょっとだ。いけいけいけ、頑張れ俺、いけ、待て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 、受け受け受け、そのまま受け。ジャンプ台、せーの、よし、ここまで来たらあとはもう叩くだけ。えい、いや、あっと、いけいけいけ、おっしゃー、倒したー。
せあの音に逃げられちゃったね。あいつは行けばあり。ごめん、うん、みんなを元の世界に返せなくて。確かに残念だったな。ほんとほんと。ああ、まったくだ。右に同じであります。残念。このまま元の世界に戻ってたら絶対後悔してたからな。せっかく友達になったばかりなのに、もうお別れなんて寂しいだろ。みんな、ずっと意地になっていて悪かった。許してほしい。大切な仲間を心配してのことだから仕方ないよ。ウッディは逆に無茶するからさ。ん？バズがその分しっかりしてくれてるんだよ。無茶するところは空みたいだね。ん？空分僕がしっかりしてるんだ。バズみたいかな。多分俺たちが元の世界に戻ったら空たちとは会えなくなるんだろ。でもアンディのことはいいのか。大切な友達なんだろ。アンディとは心がつながっている。そのつながりを信じていればすぐに会えるさ。ああ、ソロたちはあの黒コートを追いかけるんだろ。私たちがついていくことはできないが安心してくれ。みんなソロたちと心がつながっている。俺たちはいつも君たちと一緒にいる。ありがとう。さあ旅立て、無限の彼方へ。さあ行くぞ。はい、以上 T ひろきホビーチャンネルでした。いなくなった？はい、13期間の時ビクセンと名乗りレプリカの研究をしていたエベンは我々と共に人間に戻ったのですが、ずっと意識が戻らないままでリアがここを立った頃に姿を消したんです。ここにいるエレウス、そしてお二人を案内したディランが街中探し回ったのですが発見できませんでした。そうなんだ。レプリカは残ってないのか。そもそもレプリカの研究自体未完成でしたから、資料は残っているでしょうが、実際に心を宿すほどのものは残っていないでしょうね。エベンが行きそうな場所は知らないかい。エベンも我々も今はただの人間です。もうこの世界から出る術はありません。闇の回廊なら我々にはもうそんな力はありません。その力を持つ者がエベンを連れ去ったとしたら。そうか、新13期間もまだ欠落がある。その欠落をレプリカで。イエンシッド様のところに戻ろう。ソラたちにも来てもらうんだ。
人として復活したのに、また機関のメンバーとして戻っていいのか。ああ、構わんさ。むしろいざとなったら私を消したアクセルたちは信用できない。そのおかげで人として復活したんだろう。私にとって大事なことは研究だ。人であろうがなかろうがそんなことはどうでもいい。私の研究を完成させることが大事だ。レプリカ。ああ。もはやレプリカは人形ではない。心さえ宿せば、血肉を持つ完全な人間の器となる。それを聞いて安心した。その研究によって最後の器を完成させるためにお前を機関に招いたんだ、ビクセン。ふ